まず鼻骨の状態を教えてください、はい、鎖骨下10センチのローレイヤーのロングスタイルですね。いらした時にナチュラルなブラウンだったのでハイライトを足して、アッシュ系の色味をかぶせました、全体に出るように 2,3 ミリの細めな、感じで入れてます。仕上がりショートに決めたのはどうしてですか？なんか中学生から切ってないって言ってたからなんか、まあ、顎ぐらいのボブかなって思ってたんだけども、なんか話してるとあなんか切ってみたいんだなっていう、あなんかこの機会を逃すと切るタイミングないかなと思ったので、まあ、ちょっとショートっぽい昔のそれこそアユみたいな、なんかあんな感じのひし形 なんかショートボブだったら耳にかけれるかなとか、まあ、下ろせばボブっぽくなるかなみたいな長さにしてあげたいなと思って切りました。では具体的にどのようにカットされていたか。はい、はい、まず長さをリングス切っていくのにレザーで、間引きながら、襟足1センチのところまで切って、前下がりのグラデーションほんのちょっとずつ入れて、全体を切りました。でその後にシザーで少しだけ前上がりのベースに変えて顔周りもマッシュに切って、顔周りがつむじから横に落ちるんじゃなくて放射状にちゃんと落ちるように、まあ、切ってあげた方が骨格的に合うなって思ったの で放射状に落ちるバランスで、まあ、目にかからないギリギリのところのマッシュを作るイメージですね。で角を取って丸みを出してスタイリングを、まあ、全体にオイルをつけてドライヤーをで軽くブラシを入れて、すごくストレートな子だったのでちょっと根元の方だけ少し起こす感じでストレートアイロンをしたんですけど、ほぼブロースタイルですね。でそれにナチュラルなワックスで、バームだと多分ペタってなりすぎちゃうんでやや立体感が出るようにナチュラルワックス使ってます、はい、根元を起こしただけであんまりふわっと仕上がる、やっぱり間引いたりすいたりしないと髪の毛って動かないので、まあ、ボブスタイルだったら別だけどショートっぽくしたい浮遊感をやっぱり大事にしたかなって感じですかね。このスタイルをおすすめしたいのはどんな女性ですか？そうですね、ショートにチャレンジしてみたい方、ショートって例えば長くても耳にかければショートっぽくなる髪型ってたくさんあるんですで、最初から耳出しちゃったりするともう本当どうしようもなくなっちゃうし、最初から段入れすぎちゃうとすごく後悔すると思うので、まあ、まずはあれぐらいの長さでまずショートを試してあげるといいかなと思います。ショートの入り口、もう本当に王道スタイルですね。で今なんか前髪が少なめが流行ってたりとかするけど、なんかやっぱりこの放射状にこのおでこから前に向かう髪の毛ってやっぱ小顔効果をすごく出してくれるので、なんかショートにすることで顔が大きくなるんじゃないかとかっていうそういう心配もすごくなんだろうクリアになるというか、デザインしやすくなるから本当にいろんな方にチャレンジしてもらいやすいんじゃないかなと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。